どうも皆さんこんにちは、フルーティストの立花正和です。今日はですね、高い音へ、スラーで跳躍する時の練習の仕方、こちらを説明していきたいと思います。高い音への跳躍にはお腹を使った息のコントロール、こちらをうまく使います。スラーがつく場合はよりそのテクニックが重要になっていきます。それで今回も吉田正夫さんの教則本の中から、その練習に役に立つフレーが掲載されていますので、そちらの解説を使って説明していきたいと思います。では練習 C から見てみましょう。こちらはレの音をオクターブで跳躍させていますが、これを運指を変えずに演奏します。使う指は中音域のレの指です。音が変わる際、しっかりとお腹を背中の方に引きつけてください。指を変えない分、通常よりも息をはっきりと変えないとオクターブまでいかないので注意してください。音が変わる感覚をつかんだら、続けて D を演奏します。 D を演奏するときは通常の指使いに戻してください。 C を演奏続けて演奏するときは、先ほどやったような中音域のレの指を使います。先ほど C で演奏したようにしっかりとお腹を引きつけて息を出してください。それではポイントです。オクターブで上がった際、お腹を引き続けてください。D はそのり手の練習のように音色や音量が変わらないように C の音まで演奏していきます。これがお腹での音の支えとなっていきます。安定した音色にもつながるので、ぜひチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。息のコントロールをお腹でできるようになっていくと、フルートの音色が見違えるほど良くなっていきます。ぜひこの練習を通してお腹での息のコントロールに挑戦してみてください。ではまたお会いしましょう。